アレンゴ実写企画第1弾、共通予算で買い物をしてみる。今回はこちら、ダイソーさん。予算1500円で何を買う？ということで、プト行ってきました。ダイソーさん、1500円で何を買ったのか早速ご紹介していきましょう。まずはこれ、耐熱ガラスボール200円。ずっと欲しいなと思ったままにしてたので、この機会にようやく買ってみました。お手軽デザート作りに使いたいと思います。お次はこれ、ステンレス麻ざる油切り200円。唐揚げとか揚げ物するときに油切りがなくってザルを代用してたんですけども、いい加減買うかと思って買ってみました。だがしかし、今となってはなぜ丸型を買ったのか謎です。手持ちのパッドが長方形なのに、なんでなの私。お次はちょっと脱線して、こちら、キッチンコーナーからの移動中目に入っちゃいました、虫かご。子供の頃トークによく出てくる虫を詰めまくってた虫かごはまさしくこれです。当時捕まえてた虫たちが目に浮かぶ。そしてキャラクター消しゴム、小学生の時ハマっててすごい量持ってました。あの数々は一体どこに行ったんだ。あ、ちなみにこの2つは買ってません。さあ戻って3つ目、 A4 マグネットクリアファイル100円。パッケージにある通りホワイトボードや黒板にも貼れるけど、冷蔵庫に貼るように買いました。レベッカとの情報共有用です。そして4つ目、まさかのテーブルゲームもあるとはびっくりです。いやー、ほんとすごいですね、100均。この数ある中から選んだのはこちら、変顔マッチ100円。その変顔、何の顔？冷静に言われたらキクーってなりますね。絶対楽しい、やりたい。そしてちょっとお時間いいですか。今回久しぶりにゆっくりダイソーさんを回ってびっくりしたんですよ。アイテムの種類が豊富だし、可愛すぎる、色合いまで可愛い。こんなんなっちゃってたの？100均、すごい、おしゃれすぎるでしょう。つい思いが高ぶり脱線しましたが、どんどん行きましょう。さっきの可愛いコーナーに当てられてのテンション上がる小物入れ3つで300円。可愛いしか出てこない。いっぱいあった中でこの可愛いを選びました。そして続くテンション上がるコーナー、カラフル小麦粘土300円。可愛いし楽しいしかないじゃん、買うでしょう。早く遊びたくてうずうずです。この不思議なジェルも欲しかった、でもまた今度、我慢。さあお次でラスト、最後の買い物はキッチンマット300円。これキッチンマットとしては使いません。まとめの画像でご覧あれ。はい、ということでプトの1500円分の買い物はこちら。さっきのキッチンマットは背景に使ってます。きっと個性が出るであろうこの企画、お楽しみいただけましたでしょうか。他のメンバーは何を買ったのか楽しみですね。皆さんも自分だったら何を買うか、ぜひコメントで教えてください。それでは、ふとでした。ダイソー来ました。思いのほか広そうだね。1500円、1500円分買います。はい、アニエゴのレベッカでございます。まず私が買ったのはこちら、デコレーションケーキ型でございます。何かと使うかなと思って買ったらいいんですけど、とりあえずまだ使っておりません。はい、お次はこちら、コンパクト軽量スプーンでございます。こちらはね、あるだけいいです。軽量スプーンは、軽量スプーンは正義ですね。はい、はい、今度こちらオープントレーワイド版でございます。こちらはですね、クリスマスにチキンを焼きたくて、なんかいいお皿ないかなと思ってちょうどいいのがあったので買いました。で、作ったのがこちらでございます。じゃん、はい、美味しかったでございます。ありがとうございます。はい、お次はフラワーペーパーなんですけども、これもなんか飾りとかでね、使えるかなと思って買ったんですけど、これもまだ使ってないです。結局めんどくさくてまだ何も使ってません。手つかずです。はい、こちらも、グリッターチオガミスターということで、可愛らしい折り紙なんですけども、こちらも
まあ、何かに使えるかなと思ったんですけど、まだ使っておりません。私がこれを使える日が来るのでしょうか。はい、お次はこちらカラフルリボンということで、あのギフトとかですね、あの包むやつに使うやつなんですけども、これも何かに使えるかなと思ったんですけど、まだ使ってません。はい、お次はこちらもリボンです。あのシールみたいになってて、シールをこう剥がすとピタッとこう貼れるリボンとなっております。これもまだ使ってないです。いつか使えたらいいんですけどもね、うん。はい、こちら木工用ボンドでして、あの今までのね、あのもろもろの何かもろもろをねつけるのに使うかなと思ったんですけど、まだ使ってないです。これ一回開けるとねすぐ固まっちゃうんで、とりあえずこのままで、今まだはいこのままです。はい、こちらはプリンセスティアラです。こちら私の担当カラーが欲しかったんですけども、このお店にはこれしかなかったので、あのとりあえずあるものを買いました。これは何に使ったかというと、こちらでございます。はい、怪しい占い師の私でございました。これからも多分使うと思います。多分。はい、こちらは あって困ることはないでしょっていうことで、クラッカーです。クラッカーいっぱい種類あったんで迷ったんですけども、とりあえず無難なこれにしました。で、私の楽しいんですね、あのクラッカー出しやってみたんですけども、これ持った瞬間に私そういえばクラッカーできない人だったっていうのを思い出しました。はい、ということで私が買った商品はこちらになります。意外とね、デコレーションケーキが500円で、あとはまあほとんど100円だったんですけども、中にはねまだ使ってない商品もあるんで、今後使えたらいいなと思っております。はい、では私レベッコはこのような感じになりました。ここまでご視聴くださってありがとうございました。どうも、アネゴのヤカです。今日はダイソー心斎橋筋2丁目店にやってきました。それでは早速お買い物をしていきましょう。今回は予算が税抜き1500円、一体ヤカは何を買っていくんでしょうか。早速見つけたのがこちらの回転テーブル。この企画のために手にしたと言っても過言ではない商品です。このようにくるくるとテーブルが回ります。ただそれだけです。よく角度を変えるものを上に乗せるといいでしょう。今回の企画ではどのように使っていくのでしょうか。続いてお掃除コーナーへやってきました。このスポンジ一回使ったことがあるんですけど、水を含ませるだけでこびりついた汚れがあっという間になくなるので、おすすめ商品です。あ、さっきの回転テーブルは本企画でこんな風に使っていきます。ちょうど換気扇フィルターが汚れていたところだったので、こちらをチョイス。サイズをバッチリ 30cm 角のものなので、これで合っているはず。ミッフィーちゃんのペーパータオルを発見。可愛かったのでこれも入れておきましょう。ペーパータオルなんていくらあってもいいですからね。除菌ウェットシートコーナーへやってきました。たくさんの種類がある中で選んだのがこちら。なんとなく効果がありそうだったので買ってみました。ウェットシートを買ったらドライシートも欲しくなったので、早速カゴの中へ。これさえあればホコリだらけの夜間のお部屋も綺麗になるはず。果たしていつお掃除するんでしょうね。続きまして、いろんなサイズで使える鍋の蓋です。うちにあるフライパンのサイズがわからなかったので、とりあえずこれにしておきました。ちなみにこちらは500円となっております。味噌汁用のお椀もそろそろ買い替えたかったのでチョイスしてみましょう。いろんな種類がありますね。選んだのはこちら、合図塗りのもの。電子レンジ対応なのがポイント高いですね。最近のダイソーにはお出汁もあるんですね。東丸のうどんスープがお気に入りなので、こちらも入れておきましょう。さてさて、他に何か買うものがないかなと物色していたらありました。チョコレート効果カカオ 86%、
ポリフェノールを取り入れて健康的になりたくて買いました。ちなみに2袋購入です。これで1500円分の買い物ができて品物にも満足です。年末撮影だったので主に掃除用品が多かったですね。あ、大掃除は結局しませんでした。というわけで夜間のダイソーで1500円分買ってみましたでした。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ここまで買ったからにはお掃除をちゃんと頑張りたいと思っているだけです。果たして夜間のお部屋がきれいになることはあるのでしょうか。それはきっとカビのみぞ知ることでしょう。